60年で初優勝。繰り出される超攻撃サッカーは準決勝までの4試合で37ゴールを叩き出しました。粘り強い守備からの鋭いカウンター攻撃が翔陽の持ち味。神村の超攻撃サッカーか、それとも翔陽の鋭いカウンターが決まるのか。勝負の行方は80分後に決まります。前半は翔陽のキックオフで試合が始まります。今前半40分の笛が鳴りました。ただ強豪が揃う鹿児島で県立高校が決勝まで勝ち上がってくるのは並大抵のことではありません。さあファンスミが右へ、さあ1対1、福野が行く、さあ福野シュート。4番長江、7番福野、さあファンスミシュート。ファインセーブ。パスもコントロールも良かったんですけども、うん、はい、まあ、これもゴールキーパーの、ね、国生君を褒めるしかないと思いますね。はい、左は通りません。4番長井、2年生。さあ長井左へ流す、シュート。またしてもファインセーブ。国生は中学1年までは野球をやっていた選手なんですね。このプレーです。低く抑えたシュート。吉光です。九州トレセンの選手です。さあファンスミを走らせる、キーパー出る、ゴール前、ガラキだ、どうだ、うわー。今回かは長いボールうまく使ってますね。そうですね。さあこう、さあまた神村にボールが出ます。7番の福野、そしてまたファンスミンだ。さあファンスミン2人がかりでチェック。さあ遠目からシュート、ディフェンダーに当てる、シュート、またしてもファインセーブ。さあしかしまだあります。ここでホイッスル。神村があっさりボールを奪って、13番のオーバーラップしている松山、ヒールで流す。さあ14番小谷、さあどうするか、小谷、キーパーです。マークしてるというんですかね。そうですね、さあヒールで流して、14番小谷左流す、松山シュート、ゴール。神村学園が先制です。7番の福野と抱き合います。今のプレーです。左サイド、ちょっとこう左ボールが流すところ、8番の前鶴がカット、大山を使います。ルーズボール、14番小谷前を向く左にファンスミ、フリーだ、ファンスミシュート、どうだ、ゴール。2点目はファンスミ、今大会11点目。ね、はい、岡本さん、はい、2点目が入って神村ベンチ総立ちでガッツポーズでしたね。そうですか。さあ攻めているのは翔陽、右サイド7番の瀬野口、追いつけばチャンスになる、折り返す。さあ10番佐々木、どうか、こぼれている、クリアします。7番の坂本、佐々木、8番、高木、いい展開だ。さあサイドを変えてヘッドでつなぐ、さあ佐々木、あった。さあ10番のファン・スンミン、ここでホイッスル。前半が終了です。神村学園対県立翔陽の決勝、前半は2対0、神村学園のリードで折り返します。後半は神村学園の帰国で試合が始まります。さあ2点をリードしている神村学園。さあ右サイド、7番瀬野口、さあ10番佐々木、さあ1対1、シュート、どうだ、うわーっと、キーパーファインセーブ。さあ高木さん、セットプレー一つ大事ですね、これね。そうですね。さあボールはファーへ、ヘディング、いいよなと、高校生活最後やぞ、もっと思い切ってやってこいと言って選手たちを送り出していますね。はい、さあ長いボール、12番大山、14番小谷シュート。福野自分で行く、ヒールで流して小谷ファンスミンがファーにいるが戻します。4番長江、さあ つながった、パスがつながった、7番福野ディフェンダーなんとかしのぎます。しかしまたボールを拾って波状攻撃、神村学園、クロスを入れる、大山がいる、大山ヘディングシュート、ゴール。3点目はキャプテン大山、今大会6点目。右サイド、8番前鶴からのクロスボール、
頭でキーパーの頭の上ループ組に、そうですね、はい、このシュート難しいと思いますよ。大山一旦下げる、8番の前鶴、さあこのパスがつながればチャンスになる、シュートに行きます。今では竹本監督絶妙なタイミングで豪快にオーバーラップ、もうこいつがなくてはならないというふうに表現していますね。さあ小谷シュート、ゴール、4点目、14番の小谷。さあこのシーンです、中このボールがいいんですよ。はい、いやいいシュートです。さあ後半1本目のコーナーキック、上村ヘディングシュート、強いんですよね、うん、さあ翔陽が攻めていくチャンスだ。さあ本坊、本坊シュート、わずかに右、4本目になります。さあ今のプレーです、スイッチして6番本坊、右足を振り抜いて、さあルーズボール拾って翔陽、いい動き出し、10番佐々木、さあ佐々木ディフェンダー1人背負って、まだあるぞ、カリア中に入れて、あっと、さあ坂本一斗、ホイッスルがありました。坂本一斗の右足、低いボール、急ぎません、ファン・スンミン、6番オーグス、ここで長いボールを使って右へ展開、ね、さあ24番松本中に大山がいます、14番小谷いや預ける、10番の佐々木、そしてサイドを変える、周りがよく見えています。そうですね、こういう展開が多いですね、はい、さあ7番の瀬野口亮太、ゴールキー、あった、あこれはオフサイドです。さあ後半40分を経過、また村尾が行く、村尾ミドルシュート、ーどうだ、枠の右、コーナーキックに変わります。はい、さあ入部さんが時計に目を落として、そしてホイッスル、試合終了です。第88回全国高校サッカー選手権、鹿児島県大会の決勝、4対0、神村学園が3年ぶり2度目の優勝を果たしました。